最新鋭 N700S で名古屋を経由して、白鷺1号に乗り継ぎ、したのですが、大雪でまさかの大遅延、金沢には100分遅れて到着したのでした。しかし、本当の地獄はここからであった。やっとの思いで金沢に到着し、駅中でお昼ご飯です。遅めの昼食となりましたが、金沢カレー、温まる食べ物は最高だぜ。金沢駅からは、バスに乗って兼六園に向かいます。雪の日の日本庭園は、どのような表情を見せてくれるのでしょうか。乗車するのは北陸鉄道バス、なんだが、屋根に雪が乗りすぎです。現在の金沢の市街地は、積雪40センチほどですが、バスの終点まで行くと、2メートルほどになるとか、15分ほど乗車し、兼六園に到着、スノーシューズなしで歩くのはきついぜ。園内はもちろん、一面真っ白の雪景色、今年灯籠の上にもうず高く雪が積もり、池は凍っています。雪釣りの意味がよくわかったな。こんな寒い中でも、紅梅が咲き始めています。雪のついた枝から覗く赤い花は、とても鮮やかに見えました。園内奥の方に行くと、人が立ち入らないからか、雪がさらに深く残っています。優に膝まである深さですね。池が凍って、枝から落ちた雪が乗っているな。こちらは、竹根石長鉢、ヤシの化石らしいのですが、雪に覆われて何者かもわかりませんね。雪景色の兼六園もクロート好みではあるのでしょうけど、正直何もわからなかったので、リベンジしたいです。金沢城も気になるけど、これ以上は歩けなくなりそうなので退散するぜ。金沢駅のシンボルとも言える鼓門、木造の美しい建築のはずなのですが、霞んでよく見えません。予想以上に早く雪雲に追いつかれたようです。駅中でお買い物をしつつ、列車の発車時間を待つか、不安だから、早めの列車に変更しようかな。お、のどぐろの寿司があるぞ。買い出しを済ませ、改札前に戻ってきた我々には、恐ろしい知らせが次々と飛び込んできました。なんと、乗車予定のサンダーバードが全滅、さらに、関ヶ原地区の東海道線が不通に、白鷺7号が雪に埋もれて立ち往生してしまったようです。ラッセル車が立ち往生するという、笑い話にもならないコンボが決まってしまったぜ。当然、東海道線を通るサンライズも運休、金沢から脱出する手段が、なくなってしまいました。唯一動いているのは、北陸新幹線、乗車予定の切符をすべて払い戻し、輝き512号にすべてを託すぜ。せっかくなので、貸切状態のグランクラスを利用することにしました。まさか初の北陸新幹線の乗車が、このような形になるとは、今年の大雪は異常なんだぜ。新幹線ホームは、金沢伝統の金箔を貼った装飾があります。間もなく列車が到着するそうです。まもなく13番乗り場に16時48分発輝き512号東京行きが参ります。危ないですからホームの先から離れてお待ちください。この列車は全車指定席です。この列車は全車禁煙です。車内でおタバコはお吸いいただけません。途中の停車駅は富山、長野、大宮、上野です。顔や手、カメラなどを出さないようにお願いいたします。最後の砦で北陸新幹線乗車するのは輝き512号、東京行き、北陸新幹線の最上位種別です。無事に東京まで走れるのか、すべてはこの E7系にかかっているぜ。
和風をコンセプトにした E7 系のグランクラスは E5 系よりシックな印象です。塗り物や木造の街並みをイメージさせるような壁の色が特徴ですね。ご案内いたします。この電車は16時48分発加賀行き512号東京行きです。途中停車駅は富山、神奈川、大宮、上野です。電車指定席です。人生特急券ではご乗車できませんのでご注意ください。また本日車両について駅の点検作業を行います。そのため本日イテレ側に臨時停車をいたします。確認作業には約5分ほどかかる見込みです。本日列車遅れますことをお詫び申し上げます。またイテレ側につきましてもドアは開きませんのでご注意ください。富山の次は長野までノンストップのはずの輝きですが、本日は糸魚川で臨時停車をするそうです。今のところ漁港などの情報は入っていないな。指定席で自由席はございません。次は富山に停まります。車内はデッキ、トイレを含めまして全て禁煙です。お客様にお願いいたします。輝き512号は帝国で金沢駅を発車しました。北陸新幹線の線路上には明らかに雪が溶けています。スプリンクラーで大量の温水をかけまくった結果でしょうね。向こうに見える在来線と見比べると一目瞭然、あまりにも差がありすぎるぜ。 E7 系グランクラスの座席についてご紹介します。大型の革張り座席は電動のリクライニングとレッグレストがついており、肘掛けのボタンで操作できます。左側にはドリンクなどを置ける小さいテーブル、カクテルテーブルというらしいぜ。そしてメインとなるテーブルは肘掛けから引き出して使うぜ。 E5 系とは違って前後に折りたたむ細長い形をしています。引き出してから角度を変えるので操作には少しコツがいる印象でした。片手で操作するものではありません。テーブルは前後にスライドできて使いやすい位置に持ってくることができるな。輝きの全列車で軽食がついています。先ほどアテンダントさんにお願いしたので後ほどご紹介します。列車は金沢の市街地を抜けて速度を上げていくぜ。時折高速走行する風で雪が巻き上げられているのが見えるな。そしてトンネルを一つ抜けるとこの吹雪、雪が車体に当たり音を立てるのが聞こえます。そんな中でも速度を落とさず走れるのはすごいことだぜ。他の交通機関が全滅しても運行を続けられる雪に強い新幹線、新幹線があってよかったと思える瞬間だよな。ちなみに高速走行で窓枠に雪が溜まってきました。これは雪落としが必要ですね。それではお待ちかね、軽食のお時間です。北陸新幹線東京方面の冬メニューがこちら。ちらし寿司と根菜類の煮物、海鮮を中心としたメニューとなっております。茶色くなりがちな冬メニューに卵の黄色と人参、イクラ、紅生姜といった赤があることによって彩りも華やかに見えるぜ。ドリンクは北陸新幹線限定の加賀梅酒スパークリングをいただきます。すっきりとした味わいでとても飲みやすいですね。おつまみにはきなこと小豆のパウンドケーキとおかき、落ち着く味だぜ。列車は富山県に入ります。金沢と富山を結ぶ区間列車、剣の名前は立山連峰剣岳から取ったものですが、全くもって何も見えません。
神通川を渡って、富山に停車、鉄道のターミナルごと富山駅の周りも真っ白です。さすがに街中では雪が少し落ち着いたな。その中で、無事に動いている路線はどれほどあるのでしょうね。愛の風富山鉄道線からのお客様のお乗り換えをお待ちいたしております。お乗り換え済み次第すぐの発車となります。ご利用のお客様車内にてお待ちください。お待たせいたしました。輝き512号東京行きまもなく発車いたします。本日も北陸新幹線をご利用くださいましてありがとうございます。この電車は輝き東京行きです。電車指定席で自由席はございません。次は長野に停まります。お客様に列車の遅れについてお知らせいたします。この列車は糸魚川駅にて車両に付着した雪を落とす作業を行います。そのためこの列車糸魚川駅で臨時停車いたします。臨時停車いたしましても車両のドアは開きませんのでご注意ください。なおこの作業には約5分程度かかる見込みです。作業により列車が遅れますことをお詫びいたします。愛の風富山鉄道線からの乗り継ぎを待ったため、列車はわずかに遅れて富山駅を発車。この先の遅れは、糸魚川での車両確認次第で決まります。この先はトンネルが多い区間だから、案外雪の影響は少なく済むかもな。景色とはトレードオフの関係だけど、まあ動くだけマシってもんだぜ。富山を発車してしばらくすると、また吹雪いてきました。雪や氷の塊が車両に当たるのか、時々音を立てます。トンネルの中でドカドカ音を立てた時は、さすがに焦ったけどな。視界がほぼなくても爆走できるのは、車上信号の恩恵ですね。防音壁より向こうは何も見えないや。通過している駅は、黒部宇奈月温泉。外から見ると、真っ白な中から輝き号が出てきたように見えることでしょう。悪天候にも負けず運転を続けるこの列車は、間違いなく輝いているな。雪は闇、街並みの向こうに日本海が見えてきました。列車は糸魚川に臨時停車し、雪の付着具合を確認するようです。もちろん、停車といってもドアは開かないので、運転停車といった方が正しいかもしれません。普段は止まらない糸魚川駅、今回の旅はイレギュラーが多すぎるぜ。お客様にご案内いたします。ただいま糸魚川駅に臨時停車中です。ただいまから車両に雪が付着している状況の確認を行います。発車までしばらくお待ちください。作業により列車が遅れますことをお詫びいたします。お待ちいたしました。まもなく運転再開いたします。お立ちのお客様ご注意ください。お客様にご案内いたします。ただいま糸魚川駅車両に雪が付着している状況の確認を行いましたため、5分ほど遅れて運転再開いたしております。列車遅れましたことをお詫びいたします。点検が完了すると、列車は遅れを取り戻すべく、雪の中を走行していきます。糸魚川から列車は新潟県に入っています。続いて列車は、上越妙高を通過。ここは、JR 西日本と東日本の境界駅ですが、停車駅の関係で、乗務員交代は長野駅で行われます。ここからまた山越え区間に入るぜ。
国境の長いトンネルを抜けて、飯山を通過、列車は長野盆地を走行します。ここでも雪は降っているようですね。外はすっかり暗くなったが、雪に光が反射して、明るく見えるぜ。約5分ほど遅れて、長野に停車します。ここまでは、雪との戦いでしたが、無事に走ってこれましたね。乗務員さんもお疲れ様です。本日も北陸新幹線をご利用くださいましてありがとうございます。この電車は輝き号東京行きです。全車指定席で自由席はございません。次は大宮に停まります。長野から乗客が増え、列車は高崎を目指します。車体にぶつかる雪は健在のようです。停まります駅と到着時刻ご案内いたします。長野からしばらくは、千曲川に沿うように爆走し、大きく減速して軽井沢を通過、カーブを抜けるとトンネル区間に入り、大きく迂回して薄い峠を越えます。かつては最も急な勾配を要する鉄道の難所として知られた薄い峠、建設技術が進んだ今も、難所であることは変わらず、線路は浅間山や春名山の方に迂回するように敷かれているぜ。薄い峠を越え、列車は高崎で、上越新幹線に合流します。線路を覆っていた真っ白な雪は消え、街明かりが増えてきました。ここまで来ると、なんとか帰ってこれたという気がするな。北陸新幹線を楽しむ旅は、またの機会にリベンジしたいぜ。大宮駅3分ほど遅れて到着いたします。列車が遅れまして、申し訳ございませんでした。列車は上越新幹線に入ると順調に走行を続け、3分遅れで大宮に停車、東北新幹線と合流し、いよいよ東京が目前に迫ってきました。ここからはいつもの風景、埼京線と並んで高架を進み、荒川を渡って東京都へ。赤羽台トンネルを抜けると、今度は東北本線と並びます。列車は車庫の脇を通過すると、日暮里で地下に入り、上野に停車。なんと驚くべきことに、大宮から上野で、列車は遅れをほぼ回復してしまったようだぜ。輝き512号のダイヤは、もともと余裕があるってことなのかな。上野を発車すると、アテンダントさんから挨拶がありました。今日のトラブルを跳ねのけてくれるような、快適な時間を過ごせたことに感謝です。東京です。折口は左側です。途中遅れて運転をしておりましたが、東京駅、国通り到着をいたします。
車内にお忘れ物がないようお手回りよくお確かめの上お降りください。終点東京にはなんと定刻での到着です。終わりよければ全てよしというわけにはいきませんが、いい思い出になったのは間違いないでしょう。今日乗れなかった列車、行けなかったところ、見られなかった景色などいろいろあるけど、いつかリベンジしような。ひとまず今日は帰ってのどぐろの寿司を食べようぜ。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。